27番のザップキッチンイズワールド菊池隆弘となっています。さあ電車がコースイン、電車コースインをいたしました。20ダルマシンがコースイン、電車がコースに入っていきました。ヤマハパレットオープンクラスは12周の決勝です。ポールシッターは五十嵐文太郎、その横は99番佐藤治、開幕戦のウィナーです。隊列は今10コーナーに入ります。隊列は10コーナーから最終コーナーに入ります。ヤマハカレットオープンクラスの決勝です。今ブラックアウトスタート。さあホールショットを奪ったのはポールシッター、五十嵐文太郎。2番手が変わったかな、トップ五十嵐は変わってないんですが、3コーナーか4コーナーどうでしょうか。トップ五十嵐、2番手にはどうやら富永優斗が上がっているようですね。佐藤治少しやや遅れを取ります。さあトップは9コーナーから10コーナーに入るところ、五十嵐まずはいいスタートを見せました。青ピンのラップ、トップ五十嵐、2番手には48番富永、3番手は15番の今野が来ているか。3番手今野、岡澤が4番手でコントロールラインを通過しています。佐藤治出遅れて現在6番手、スタート出遅れました佐藤治。トップ変わらず五十嵐、2番手にはインスタートにしました富永龍斗、3番手15番の今野、4番手には岡崎、オレンジ色の鮮やかなヘルメットは岡崎になります。トップ帰ってくる、トップ五十嵐、2番手に富永、3番手今度4番手に岡澤、佐藤は1つポジションを回復しましたね。ただここは大きな集団になっています。佐藤治は5番手、1つポジションを回復しました。さあ徐々にペース上げていきたい佐藤治。そしてトップの五十嵐は依然として富永を従えて今 SG、今度が単独3番手、岡澤4番手の後ろ、佐藤がじわりじわりと接近をしたいんですが、岡澤もペースがいいです。岡澤は先ほど44秒7のファーストを出しています。さあトップ帰ってくる、これで3周完了。4周目、2番手の富永がファーストラップ44秒、いやしかし佐藤がファーストを乗り換える44秒347、5番手の佐藤がファーストを更新、岡澤の背後に少し接近をしています。現在5番手、開幕のウィーナーです。そしてトップ争いは今マッチアップ状態で五十嵐、そして富永が接近に入っていく。そして3番手争いが今度岡澤佐藤の三つ止めになりそうです。その後方は大集団、春日、鈴木、古川、鈴木、吉田、志田、山田、酒井、菊池、ひとみあたりまでの大パックになっている、大きなパックになっている。さあこの大きな集団から誰が抜け出るんでしょうか。おぶきちゃんになっています。そしてトップは現在5周目、そして4コーナーに入るところ、五十嵐文太郎が富永とのマッチアップ、そしてそのうちの3番手争いは3台が接近をしています。この後方は大きな大集団、大きな大集団がヘアピン8台ほどいるでしょうかね。セカンドグループは大きなパックになっています。そしてトップ争いは10コーナーから最終コーナーへ、依然として五十嵐文太郎がトップを守っている。
そしてその後方はさあ接近している34岡澤圭吾どうだ。1コーナー入った、1コーナー入りました。岡澤圭吾3番手、岡澤圭吾3番手上がります。しかし3コーナーでのやり返す、再び今度が前に出ます、今度が前に出ます、再び今度が前に出ました。3番手今度4番手岡澤、後ろは佐藤が接近している。6コーナーから7コーナー入るところ、様々なポジションでバトルが展開されてますよね。もうどこ見ていいのやらという感じがしますが、さあトップ帰ってくる、トップ最終コーナー入ってきました。トップ五十嵐、2番手に富永、3番から戦を拮抗している、今野、岡澤、佐藤、さあそして2コーナー立ち上がったところ、サイドバイサイド並んでいる。バックストレート、どうだどうだどうだ、一瞬富永が前に出るように見えたんですが、なんとか五十嵐を抑えました、なんとか抑えた、なんとか五十嵐を抑えました、なんとかトップの五十嵐、富永を抑えます。一瞬五十嵐の扉をこじ上げようとしたんですが、さあ1台6コーナー先にマシンが止まりました。もう1台止まってますかね、2台のマシンが止まっています。さあそしてトップ争いは1コーナーだ、1コーナー、しかしアウト側から抑えます、五十嵐文太郎1コーナーで抑えました。6コーナー手前はエローフラッグ、ここは追い越しはできません。2台のマシンが止まっているようです。現在周回数は8周目、さてトップの2台に後ろの3台が追いついてきましたよ。本の岡澤、佐藤が追いついている。さあこの終盤5台のマシンがパックになってトップ争いになるんでしょうか。トップの五十嵐が富永を従えて帰ってくる。これで8周完了、9周目。さあ5台のマシンが1つのパックになっている。本野が自己ベストタイムを回しています。さあペースがいい、本野のいいペースに後ろの岡澤、佐藤も引っ張られる、そんな状況でしょうか。さあトップ争いは、さあそして5番手の佐藤が右側入る、岡澤の右側入る、佐藤が4番手に浮上、開幕戦ウィーナーの佐藤治が4番手に上がりました。岡澤5番手に交代、しかしながらまた10コーナーで入れ替わった、一進一退の攻防、再び岡澤が4番手、10周目に入っています。今度が今度はファーストセットを取ります。今度がファーストセット、さあその今度が富永の後ろに近づいてきた。トップ争い完全に三つどもえになっていく。トップ五十嵐2番手、富永3番手に今度、今度が前の2台に追いつきました。10周目残り3周切っている。さあペースがいいのは今度、今度正午、開幕戦第3位の今野翔吾が、さあ10コーナー入った、10コーナー入った、今野翔吾2番手に上がった、今野翔吾2番手に上がる、2番手浮上、今野翔吾10周終了残り2周、今野翔吾2番手に上がりました。トップ五十嵐守りきれるか、そして岡澤圭吾もファーストスラップを更新、残りいよいよ2周、残り2周、さあ5台のマシンが1つのパックになった。五十嵐、今度富永、岡澤、佐藤の5人、さあトップで帰ってくるのは誰なんでしょうか。五十嵐が守りきれるか、今度もいいペースできている。レッスンから10コーナーへ向かっていく、張り付いていく、五十嵐の尻尾を捉えた今度正午、一触即発。トップ争いは最終コーナーからメインストレート、そしてファイナルアップに入っていく、ファイナルイン、さあ今度はアウト側からかぶせていく、1コーナーどうだ、1コーナーどうだ、しかしなんとか抑えた、五十嵐抑えた、五十嵐抑えた、しかしわからない、わからない、さあ並んでいるバックセンターが3コーナーどうだどうだどうだ、どうなんだ、守っているトップ五十嵐、2番手今野、岡澤が4番手にドロップ、佐藤が4番手に上がります。さあそして6コーナーの進入で入れ替わる、入れ替わる、こじ開けた、こじ開けました、今野翔吾、今野翔吾トップ浮上だ、今野翔吾入れ替わった、
ファイナルアップ近藤翔吾、しかし10コーナーにやり返す五十嵐、しかしサイドバイサイド並んでいる、どうだ最終コーナー前はどうだ、今度だ今度だ今度だ今度がトップフィニッシュ。10コーナーでやり返したんですが今度が抑えました。今野翔吾見事優勝、五十嵐文太郎は第2位、3位が岡澤圭吾で4位が富永龍斗、佐藤治虫は終わってみれば第5位ですね。6位が鈴木恵夢、